じゃあ次はこっちに進んでいくでいいかな。道なりはそれぐらいしかないかな。行ってみましょう、行ってみましょう。ここは、ああ、なんだろう、ねじれてる、ねじれてる。ねじれておりまして、ここは、走って行ってくれましたね。私が前に進んではいないけれども、進んで行って、ああ、何かが閉まっていきました。歯車みたいなものがあります。で、これは進んでいいのね、進んでいいのね。もう今これは、私はダンジョンの中にいるのかしら。そうなのかしら。ここしかない。道なりここしかなさそうなので、素直に行ってみましょう。ドキドキする。このあたりは、別に敵とかがいるとかっていう感じでは、ないね。これ、なんかぐるぐる回ってて、ここちょっと扉っぽいから行ってみようか。大変な目に遭いましたね。あなたも見たような感じのお顔をされているような、後ろでね、ちょっとすごいお顔のお面かながあるのは気になりながら、隠れちゃった。チャットちゃんが隠れてしまっているのは怖いのか、それともね、見つかってはいけないのか。私は幸せのお面や、古今東西幸せのお面を求める行商人。旅の途中、森で奇妙な高鬼に、あれ、大鬼さんなんだ。に、大切な仮面を盗まれ、途方に暮れていたところ、あなたを見つけまして、失礼と思いながらも、ずっと後をつけさせてもらいました。だって、さっきのぴょんぴょこ飛んでたところは、来れたのね。来れたんだね。実は私、あなたを元の姿に戻す方法を知っているのです。あなたが盗まれた大切なもの、それさえあれば元の姿に戻してあげますよ。大切なもの。その代わり、ついでにあの子鬼から私の大切な仮面を取り返してもらえませんか。なに、簡単なことじゃないですか。あなたにとって決して悪い話ではないはず。ただ、あいにく私も忙しい身でして、あと3日でここを去らねばならないのです。できればそれまでに取り返していただけるとありがたいのですが、大丈夫。あなたはお若いのに大層勇気のあるお方だ。きっとすぐに見つかりますよ。では、よろしく。やりますって言ってないけれども、また決められてしまった。それで、私の取られてしまった大切なものは、オカリナのことかな？それとも、エポナのことなのかしら？もう一度おしゃべりができる。できそう。しゃべる。おや、あなた、あの子には見つかりましたか？あなたが盗まれた大切なもの、それさえあれば元の姿に戻してあげますよ。あなたならきっとすぐに見つけられるはずです。さあ、こうしている間にも、時間は過ぎていくばかり。あと、72時間しかありませんよ。私の大切な仮面も忘れないでくださいね。だって、タイムリミットがあるんだね。こことにかく行ってみるでいいかな。扉だね。最初の朝、あと72時間。だって、クロックタウン、かっこ南。だって、音楽がちょっと聞き慣れた音楽が流れてきましたね。どこにいるのかしら？チャットちゃんが喋りかけてくれました。びっくりした。あの時のお面屋だったんだ。いや、こっちの話よ。しかし、3日だなんて、一睡もしなくても72時間しかないじゃない。勝手なこと言うわね。さあ、ぼさーっとしてないで、大妖精様に会いに行くわよ。だって、あんた、スタルキッドに会いたいんでしょ。大妖精様は、スタルキッドの行動ぐらい全てお見通しなんだから。ここだけの話、あいつ、大妖精様には頭が上がらないの。へぇ。町の北門の近くにある祠に行って、大妖精様はその中にいらっしゃるわ。町の北門の近くにある祠。北門の近くにある祠。どっちそんなことを言われても、どこ北門どこ、あなたはフクロウさん？チェックができる。フクロウさんだ。聖なる剣を持つ者は、我と出会いし、証を残せ。
聖なる剣を持つ者は我と出会いし証を残せ、まだまだちょっとわからないことがいっぱいありすぎる。こっちこっちどっち、こっち行けないね、こっち行けない、あーこっち行ける、行ける道がある、行ける道がある、行ける道にとにかく行ってみようか。どこがどうかわからない。これはこれは何、これはどこか出口かしら。なにこれ、なんかこうすごいすごいくるくる回っている妖精が、妖精がいたね。あ、クロックタウン、北北に来れました。北の北のこの少年も気になるけど、この人とかがさ喋ったらさ教えてくれそうじゃない、道とか喋る。こら、デクナッツの僕、待ちなさい。この先の山に何か妖怪？町の外は物騒だから、君のような子供を一人で外に出すわけにはいかないな。武器でも装備できる年になるまでは大人と一緒じゃなければ通せないようだそうです。この先は山。この妖精さんっぽい人は？喋る。妖精さんかな？うん、緑の服、白い妖精、お主、もしかして、もしかすると森の妖精さんでは？あなたも森の妖精さんではなんと、僕の名前はチンクル、チンクルさん。お主と同じ森の妖精だと思うんだが、35歳になった今でも僕のところには妖精が来ないんだ。親父はいい年こいて目を覚ませって言うけれど、絶対にチンクルは妖精の生まれ変わりさ。今はこうやって親父の手伝いでマップを売りながら妖精さんを待っているのさ。いいなあいいなあ、ねえねえ友達になってよ。そうだ、その代わり友情の印にマップを安く売ってあげるよ。チンクルの書いたマップ買おう。マップはでも欲しいところではあるよね。この人に関してはすごくいろんな疑問が湧いてくるけれども、クロックタウンがゴルピウッドフォールというところが40ルピーで売ってくれるそうですが、今ちょっとルピーが足りないので買えない、ごめんなさい。あ、そっ、じゃあまた呼んでね。チンクルチンクルクルリンポー。これはチンクルが考えた魔法の呪文、真似するなよ。ちょっとなんか嫌いになれないなこの少年気になるけれども道は教えてもらえなかった。一旦こことか行ってみる、行ってみようか。ほこらを探すのかな。ここは何、あ、また陽気な人がいる陽気な人がいらっしゃって、ここはクロックタウンの東だそうなので、違うかもしれない、違うかもしれない。戻ってみましょう。北だね。北のほこら、これ違う、さすがに違う。アタックじゃない。注目できるけど、違うね。ハートのかけらみたいな何かがあるけれども、ちょっとそれではなくて、あ、向こうかな。ね、向こう行けそうな場所があるんです。時間があって思ってしまうとすごく焦ってしまうんだけれども、ここはどうあった。妖精の泉、やってきました。なんだろう、ちょっと私の知っている妖精の泉とだいぶ感じが違います。あ、大妖精様。なんだろう、私の知っている感じとちょっと違うよ。だいぶ違うよ。お顔がしっかりついてる。こうして、あー、すごいお顔してる。若者よ、私の願いを聞いてください。仮面をつけたスタルキッドにバラバラにされてしまいました。うちではぐれている妖精を一人捕まえて、この妖精の泉に連れてきてください。だって、あー、すごい来てる、すごい来てる。あー、妖精さんを街で探して連れてくるをしたらいいということだね。そういうことだね。では、行ってみましょう。ああいう顔の、お顔の人を連れてきたらいいんだね。では、探すんだけど、ヒントはあるかな？これ、乗れそうなので乗ってみようか。乗って、多分、向こう側に柵があるから、そういうことだと思う。ここを、こう、ぴょーんってして、ここ、あー、いけそう。よし。で、これは、チェックしてみる。チェック、デクナッツのプレイスポット、この下すぐだって、プレイスポット、遊ぶ、あー、遊んでいて大丈夫かしらと思いながら、でもいるかもしれないのに。この辺は、いない、
あー、登ってしまう。登ったよ、行った、降りてしまったから、行ってみよう。奥まで行ってみよう。時間は大丈夫かしら。もう時間が、ね、2時間ぐらい経ってる。ここ、あー、喋る。と、坊ちゃん、遊んでいくっぴー。一回たったのジュールピーだっぴーはできないっぴー。また来るっぴー。ああ、そういう感じなのね。こっちの人は喋るができる。どう坊ちゃん遊んでいくっぴー。あ、ジュールピーだっぴーはできないから。じゃあ、今ここではちょっと厳しいかもしれないね。もしかしたら、この、景品って言ったらいいのかな。クリアしたら、妖精さんいるかもしれないけれども、ちょっとそれは今は望めなさそう。で、ここで降りて、この少年喋ってみようか。喋る。なんだよ、ちびすけ。俺は今、吹き矢の練習で忙しいんだ。風船も割れねえくせして、このジム様の邪魔すんな、ししーんと言われてしまった。では、妖精さんのいそうなところをわからないけれども、さっきこっちチラッと見えたので、ここ入ってみまして、黒負担の東、なんだろうね、チェックができるところがある。チェック。超超皇帝だって。中入ってみる。いや、中とかいなさそうじゃない。あなたは喋る。ここを通りたかったら暗号を言うでしゅ。暗号は知らないよ。違うでしゅ。暗号を知らない奴はどうしたらダメって事務者に言われてるでしゅ。暗号は仲間でなければ教えてもらえないでしゅ。仲間に入りたかったらタウン北にいるジムシャンに言うでしゅ。はさっきの人だけれども、今はとりあえずできないね。これはチェック。いらっしゃいませ。ガッピー。スタートを押して画面を出してアイテムを選択。Cボタンで使ってみよう。ご利用ありがとう。ガッピー。わかんない。わかんなかったよ。わかんなかった。でもね、今まだアイテム何も持ってないもん。どこだろうね。こういうところいないかな。あー、おしゃべりができる。なんだお前。テクナッツのくせに変な帽子かぶりやがって。お前、町に遊びに来たのか。でも、お前なんか誰も相手にしてくれないだろう。大人はカーニバルの準備で大忙し。子供の相手をしてくれるのは、町の外の天文台にいる天文学者のじいちゃんぐらいさ。天文台には、俺たちボンバーズのアジトがあって、町からは秘密のルートを通っていくんだ。あ、今のはタウン北にいるジムには内緒だぜ。だそうです。チャットちゃん。スタルキッドのやつ、調子に乗って許せないわ。早く町にいるはぐれた妖精を探して、大妖精様の元の姿に戻さなきゃ。そうだね。探してみましょう。ほら、ぼーっとして、しないで。もう残り3日もないのよ。焦っちゃう。これはチェック。機関ボンバーズ頼り。特集。団員手帳のおさらい。これで君もマスターだ。悩める人を探し話をしよう。手帳には悩める人の記録がスケジュール表になって書き込まれるぞ。縦が人物、横が時間、青いバーは悩みを聞ける時間帯。その時間に何かが起こってる。約束やお使いをするとびっくりマークがつくぞ。約束の内容を確かめよう。失敗してももう一度団員手帳を開いて悩みを確かめ、めげずに再チャレンジだ。悩みを解決してお礼をもらったらバーの上に書き込もう。その人の悩みをすべて獲得解決したら幸せ勲章シールが貼られるぞ。すべての人を幸せにしよう。次号予定時のカーニバル日誌は、その団員手帳なるものを手に入れてからのお話みたいな感じだね。こっちは、ここって飛べる？飛べないー。うわー。この人は？これ、デックナッツの僕、待ちなさい。この先の谷に何か妖怪？こっちは谷。物騒だから子供を一人で外に出すわけにはいかないなーは同じお話だね。で、じゃあ、妖精さんを探そう。何かヒントはないかしら？
どうしようか。とりあえずこのさ、あの楽しそうな2人にお話聞いてみようか。しゃべる。おじさんたち、玉をふわふわする練習しているの。あら、あなたもふわふわしてほしいの？いやね、あなたほっぺが赤くなってるわよ。あら、恥ずかしいのね。おじさん胸毛でゾリゾリしちゃう、胸毛でゾリゾリしたくなっちゃうわ。おほほほほほほー、何それ何それ。さてさて、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。